ペンシルベニア植民地、ペンシルベニア植民地、ペンシルベニア植民地は1681年3月4日にイングランド王チャールズ2世からウィリアム・ペンに直去された北アメリカの植民地である。ペンシルベニアという名前はウィリアム・ペンの父の名前とラテン語で森を意味するシルバニアから来ておりペンの森という意味である。 ウィリアム・ペンはその父で海軍の英雄ウィリアム・ペン教に王室が負った1万6千ポンドの負債の肩代わりにこの植民地を受け取った。植民地の設立はイングランドで成長しつつあったキリストともかい、すなわちクエーカー教が確立された英国国教会を大いに当惑させていた問題を解決することでもあった。ペンはまだイングランドにいる間にその政府の最初の枠組みを書き、 植民地政府の構造を示し、その住民にある程度の権利を約束した。ミドル植民地、十三植民地では、大西洋岸の中部領域の一つとして、ペンシルベニアは、領主植民地だった。他の領主植民地とは異なり、税金は、イギリスの議会により強制された。植民地の境界は、北が北位42度線、南が39度線、東は、 デラウェア側であり、東西の幅は、軽度で5度とされた。ニューヨーク植民地、メリーランド植民地、1763年の、メイソンとディクソンの地計測による、メイソン・ディクソン戦及びニュージャージー植民地と境を接した。オランダから奪ったデラウェア植民地の三軍は、1682年に、ヨーク港からペンに譲渡されたが、1704年に、独立した存在となった。 最初の知事は、ペンの親戚であるウィリアム・マーカムだった。ウィリアム・ペンとその仲間のクエーカー教徒は、ペンシルベニア政府にその宗教的価値観を強く植え付けた。最も急進的な心情は、すべてのものに対する心境の自由と、先住民族に対する公平な取り扱いがた。この角の寛容性によって、他の植民地大半よりも地元の先住民族、 主にレナペ族やサスケ花族とかなり健全な関係を作った。これがフィラデルフィアをアメリカの最も重要な都市として急速に成長させ、また内陸のペンシルベニア・ダッチカントリーではドイツ人で宗教や政治の避難民が肥沃な土地で繁栄し文化的造成の精神を育むことを助成した。初期集団にはメノナイトがおり1683年に ジャーマンタウンを設立した。1740年に設立されたノースキルアーミッシュ開拓地はアメリカでは最初のアーミッシュによる開拓地とされている。1737年、先住民族のレナペ族とその土地を求めて政治的親善のための大きな取引を行った。植民地監督者は1680年代に遡ってレナペデラウェア族が デラウェア側とリーハイ側の合流点、現在のライツタウン近くに始まり、一人の男が1日半で歩けるところまでの土地を売却すると約束したことを主張した。この買収は歩行買収と呼ばれることになった。文書は偽造の可能性が強いが、レナペ族にはそれがわからなかった。植民地書記官、ジェームズ・ローガンができるだけ多くの土地を入手するとの行動に移り、 植民地でも最も早く走ることのできる者3人を見つけて雇い、植民地の他のメンバーがあらかじめ切り開いていた土地を購入するために走らせた。その速度は驚異的であり、一人のランナーだけでも実際に驚くべき70マイルを歩行した。このことでペンは現在のペンシルベニア北東部に120万エーカーの土地を手に入れたが、その広さは大まかに、 ロードアイランド州の広さに匹敵するものだった。この購入地域は、現在、パイク軍、モンロー軍、カーボン軍、スクーカル軍、ノーサンプトン軍、リーハイ軍を及び、バックス軍となっている。レナペ族はその後の19年間、条約を無効にするために戦ったが無駄だった。レナペデラウェア族は、シャムキン渓谷やワイオミング渓谷への移住を強いられたが、そこはすでに移住してきた。 他の種族によって混み合っていた。1751年は植民地にとって縁起の良い年になった。イギリス領アメリカでは最初の病院であるペンシルベニア病院と私立ペンシルベニア大学の前身であるフィラデルフィアアカデミーカレッジが開設された。クエーカー教徒は奴隷制に反対していたものの1730年までに 約4000人の奴隷がペンシルベニアに連れて来られた。1780年のペンシルベニア全自奴隷制、廃止法はアメリカ合衆国になった植民地中で最初の解放法律だった。1790年の国勢調査ではアフリカ系アメリカ人の数が約1万人にまで増加していたことを示しており、そのうち約6300人が自由を与えられた。しかし、 植民地が成長するにつれて植民地人とイギリス軍は植民地西半分の先住民族と争うようになった。フレンチ・インディアン戦争が終わったばかりでポンティアック戦争が始まり、イギリスは1763年宣言でアパラチア山脈を超えての植民地化を禁じた。ペンシルベニアやバージニア植民地の人々はピットトリで現在のピッツバーグ周辺の肥沃な土地に 殺到していたので、この宣言の影響は大きかった。戦いは、植民地人対先住民族もあり、植民地人対植民地人にもあった。1774年、アーサー・セント・クレア判事は、ペンシルベニアに、忠実な武装開拓者との対立に導いた、ジニア軍主官の逮捕を命じた。ペンシルベニア人の間で革命の感情が高められ、フィラデルフィアの以前からの著名さもあって、 この都市が独立に向けた最初の協調行動である大陸会議の開催場所として当然のように選ばれた。地元で選ばれた革命支持者たちによる1776年ペンシルベニア憲法の発行で植民地の歴史に幕を閉じコモンウェルス州の歴史が始まった。下記の5項目はフランス語。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。